皆さん、こんにちは。今回もですね、スプラックスプレイングサッカーのシャッフルモードですね。世界中の選手からランダムに選抜して、世界にたった一つだけのチームを作る、やるたびに完全に新しいチームが出来上がります。ノリートですね。スペインの、ちょっとね、この人知らないですけどね、どこに所属してんのか。スピード、フットワークはないか。ボールタッチとドリブルがあると。はい。エリアス、ブラジルのセンターミッドフィルターですね。アメリカの選手。キャバイエがいますね。ワールドカップ優勝メンバーではないですよね、多分ね。はい。コロトゥーレ、コートジボワールのディフェンスの要と。アメリカの選手。スピードがありますね。キャバイエね、非常にいい選手なんで、真ん中で使いたいですよね、多分。はい。で、コロトゥーレ、ディフェンスの要。あ、バーテンもいる。はい。イタリアのセンターバック。スイスの選手。ナイジェリアの選手。コスタリカのセンターバック。キーパースペインのダビド・デヘアが入ってますんで、控えが久保建英と。はい、久保ね、このドリブル能力、もうワールドクラスと言ってもいいのかな。はい、山口蛍に酒井孝徳。さあ、でもボアテング絶対使いたいですけど、変えるとしたらどこなんだろう。アメリカの選手かな。まあね、ボアテング入れるためには一人下げないといけないんですけど、このノリートっていう人変えるべきかな。いやー、難しいですね。この人ちょっと変えますか。山口にして。はい。いや、ここちょっとディフェンスラインがかなり硬いな、でもこれ。これにするか。で、セントフォード1人欲しいけど、いないと。ゼロトップですね。はい。久保とエリアスのゼロトップ。ノリとちょっとポジション下げて、はい。これでね、行きたいと思います。まあ、真ん中ホタルにするかな。そうですね。ちょっとこれで見ますかね。まあ、このキャバエあたりからいいパスが出ればいいんですけど、はい、相手はクロアチア。いや、中盤強いとこですね、これ。はい、山口蛍の、そうですね、モドリッチが来たらもう攻撃は、というかドリブルはね、終了ですよね。はい、カロトゥレが奪って、サイドを使うとで、当てて落として、エリアスのシュートはブロックと。はい、悪くないですね。いやー、ちょっとね、今、やっぱりゼロトップのあれで、折り返しの先がいなかったですね。コルトゥレのシュート。はい、強烈ですけど。いやー、強いシュートですけどね。悪くないですけど。はい、あ、うまい。よし。サイド使って。これも、ループシュート。いやー、はい。イタリアの選手でね、うまい、非常にうまいループシュートが決まりましたね。まあ、かなりね、強く打ってましたね。ループシュートというよりはもうほぼ、打ちに行ったシュートっていう感じですけど。エリアスキープで、はい、久保からイタリアの選手、強烈なミドルシュートはスバシッチに阻まれると。まあね、スバシッチキーパーなんで簡単にはね、得点できないと思いますね。うん。だいぶ縦に速い展開になってますね、ちょっと。キャバイエ奪って、いや、空いてる。はい、うまくね、今完全にここ空いてましたね。スペースに2人フリーと。はい。まあ、クラチャーとしてはそこまで強くは守れてない感じですかね。ちょっと待って。あー、ササミスです。いない。あ、ボーティング全然効いてないな。ボーティング変えますか。多分ね、クロアチア相手なら大丈夫なんですよね。マジュキッチがスピードタイプではないんでね。これカウンターが強烈。はい、エリアスマイトラップから。いや、ちょっと持ちすぎですね。今ね、ボールタッチが多いですね。はい、ノリと久保建英と。久保ね、この、いや、はい。久保のね、2人3人抜きで。1点ですね。久保は足元でボールを受けたときね、やっぱり非常に、まあ、宇佐美とね、同じような感じのプレーができますね。じゃあ、ちょっとボアテングをここに上げるか。はい。ちょっと無理気味のフォーメーションですけどね。まあ、豪徳変えてもいいけど、どうしようかな。豪徳ちょっと下げて。はい。これでいきたいと思います。ボアテングワントップですね。完全にもうターゲットマンとしてね、聞いてもらわないと困りますね、これ。うん。大丈夫かこれ。
いや、だいぶ早い展開。うわ、エリアス前ですね。エリアスが非常にね、さっきから、ボールタッチがね、柔らかくて、効いてますね。ノリーとキープで。久保のシュートは1点と。うまいですね、今のシュート。イタリアの選手がプレッシング。エリアス。これをトゥーレが奪うと。さあ、ここから。やばい。ああ、ひどい、今の。はい、マンジュキッチがキープしては山口が当たりに行くと。キャバイエ。レビッチにコロトゥールが当たる。はい、キャバイエ奪って、キープ、キープで、ボアテング。いや、エリアスのシュートは枠外と。今、ボアテング非常にね、うまいプレーしましたね。まあ、ボアテングね、センターフォワードでもう何回も試してるんで、もう技術的には十分。いいシュートですけどね。いやー、打ち切れなかったか。キャバイアのシュート、ブロック。いや。そうですね。ちょっと、クロアチアのね、強いところが出てこないですね、今のところ。キャバイアが相当いいな。ちょっと、ちょっと今、かぶっちゃいましたね、動きが。コロトゥーレが当たりに行きます。アイノリートから、久保建英キープして、もう、いっちゃってくれ。いやー、うますぎる。さすがのうまさですね。なんかね、ボールタッチが相当違いますね、やっぱり使うと。まあね、ネイマールとかの方が、スピードは上なんですけど、まあ、スピードがない分ね、なんか、変則的なボールタッチになってるというか、ボアテングが強烈に蹴り込んでいったんですね。相当ね、後半3トップにしたんで、真ん中にね、大きな荷重をかける形になっていて、ゲーゲンプレッシングがね、強烈ですね。放り込んで、ヘディング。これバレちゃうかな。あれ。いやー、というわけで、6対0ですね。後半ね、より、ボーテングセンターバックをね、一回もボール触ってなかったんで、センターフォワードに上げてね、久保建英とね、スリートップを形成して、真ん中にね、強烈な荷重をかける形のフォーメーションになりましたね。後半の方がより機能性は増してましたね。まあ、クロアチアとしてはね、マンジュキッチボール触ってましたけど、特にウィングですね、ここでボール触れなかったんで、まあ、なんとかね、そこを、前に送らないとね、縦の意識がないと、こういう結果になっちゃいますね。まあ、全体的に非常に、久保建英ですね、特に。足元の技術、非常にあってね。まあ、あとエレラスか。エレラスも良かったですね。この辺の選手ね、本当に、まあ、特に久保のドリブルは良かったですし、エレラスのボールタッチも非常に良かったと。この辺でね、もう圧倒的な差をつけて、攻撃をね、成功させることができましたね。かなりいい内容だったと思います。というわけで、今回はサッカークロアチア代表相手に6対0でした。また次回シャッフルモードやっていきたいと思います。今回はこれで失礼します。